パブレ・カラジョルジェビチは、最後のユーゴスラビアをペタル2世の接政。王族、カラジョルジェビチ家の一員で、ペータル2世の父アレクサンダル1世の重帝にあたり、ユーゴスラビア公の称号を有した。ペータル1世の弟アルセン・カラジョルジェビチと、その妻のアブローラーデ・ミドバの間の一人息子として、サンクトペテルブルクで生まれた。イングランドのオックスフォード大学で学び、 親しい友人たちも皆、イングランド人だったパブレは、当初イギリスで生涯を過ごすつもりだった。1923年には、ギリシア王人ニコラウスの娘オルガと結婚した。オルガはその母親、エレナを通じて、ロマノフ家の血を引いており、ヒント公爵夫人マリナの姉であった。ベオグラードで取り行われた結婚式では、ヨークコアルバートが、花婿付き添い人を務めた。 また当時の王族の習いとして、ガーター勲章を授与された。1934年10月9日、国王アレクサンダル一世がマルセイユで暗殺されると、暫定多い継承者であるパブレが幼いペータル二世の摂政に指名された。1939年には、クロアチア民族主義者、ブラドコ・マチェクの要求に従いツベトコビッチ・マチェク、合意が結ばれ、 大クロアチア主義に基づくクロアチア自治州が設置されている。1941年3月25日に、摂政、パブレは、ユーゴスラビアのひどくい三国軍事、同盟加盟条約の調印を行ったが、この加盟に反対する大規模なデモが、首都ベオグラードで発生した。非公権人であった国王ペータル2世は、親衛派の将校団。 中産階級政治家と組んで1941年3月27日にユーゴスラビアクーデターを起こし、パブレは摂政の座を追われた。新たにルシャン・シモビッチ将軍が組閣を命じられ、ユーゴスラビアは数軸国側から脱退した。しかしペータル2世と新政府は予想されるナチスドイツのユーゴ侵攻に対し、イギリスが何ら実効性のある手段を示さないことに、 強い危機感を抱くことになる。数軸国側に再参加することをも視野に入れたドイツとの交渉もかんばしい成果は上がらず、4月6日にドイツ軍がユーゴスラビア侵攻を開始すると、ベータル2世は連合国の支援を求めて国外に脱出した。国王はロンドンに亡命政府を樹立し、ユーゴは数軸国による分割支配に入った。パブレとその家族は、 第二次大戦中、英領ケニアで自宅軟禁状態に置かれた。大戦後の1945年以降、ユーゴスラビアは共産化したため、その後パブレは1976年9月14日にパリで死去するまで一度も祖国の土を踏むことはなかった。意外は、スイスローザンヌ・ボアイ・コールドボー墓地に葬られた。2012年10月4日、妻オルが次男、 ニコラ王子の棺と共に、セルビア中部、トポラ近郊オプレナツの丘の聖ジョルジェ教会にある、カラジョルジェビチケの大霊廟に改装された。2016年には、長男アレクサンダルも、同霊廟に葬られた。長女、イエリサベータは1990年に、イギリス外務省の特殊作戦執行部の第二次大戦に、関する資料を使ったパブレの電気のセルビア語版を、 ベオグラードで出版している。この本の原著は彼女の2番目の夫、ニール・バルフォアが1980年にロンドンで出版したものである。妻のオルガとの間に3人の子女を設けた。ウィキメディア・コモンズにはパブレ・カラジョルジェビチに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。